はい、皆様こんにちは、奥浜春彦です。よろしくお願いいたします。早速始めてまいりましょう。今回の3分間舞踊講座ですが、前回3連符の足で4連符を踏むというセンティードの説明をしましたが、あのゴルペ、タコン、タコンの3拍子の足ですね、あれを使って今回は1連符、2連符、3連符、4連符までを踏んで踏み分けていくというのを説明させていただきたいかなと思います。それでは早速始めてまいりましょう。はい、それでですね、今回も3拍子を使っていくんですけども、アレグリアスのコンパス、ゆっくりのコンパスです。でフラメンコをご存知でない方もいらっしゃると思いますが、フラメンコの3拍子系のコンパスというのは12拍ある中で3、7、8、10、12カウントのところに5つのアクセントが入るのですが、まだ慣れてない方やフラメンコを知らない方は1小節がですね12拍ありますので、3拍子を4回踏めばちょうど1小節分になる、ワンサイクル分になるということになります。ということでですね、この3拍子を使って、ゴルペ、タコン、タコンの、足ですね、3つ置きにゴルペのアクセントが来る足を使いながら2連符、3連符、4連符へと進めていきたいと思います。それではですね、前回同様ちょっと図で説明してまいりたいと思います。一拍を四角い箱で囲って3つの3拍子を作ります。それでですね、1連符というのは1拍に1個だけ音が入っている足で、3拍子のゴルペ、タコン、タコンを踏んでいるので赤丸になる部分ですね、そこにゴルペのアクセントが来て3拍子を踏んでいるという形になりますが、ここからはずっと足の音を共に一緒に聞きながら、説明していきますね。さて、ここからはですね、ちょっとマニアックなことを始めてまいりますので、まあ興味のある方はご覧いただきたいかなと思います。ちょっと難しいことをするので、
わからない方はわからないで大丈夫です。要はですね、今1連から4連符までやりましたけど、さらにその先の5連符を踏むとどういうことになるでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。というわけでですね、次回ちょっと皆様にお知らせがございます。今回は1連から4連、さらにはちょっとマニアックに5連までやってみましたが、いかがでしたでしょうか。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。